パンデロと言います。ブラジルの楽器で、タンバリン、フレームドラムっていうふうに言われてる楽器の種族の一つなんですけど、持ち方なんです。まずタンバリンとほとんど一緒なんですけど、このガチャガチャがついてないと、これフラチネーラって言います。フラチネーラ、プラチネーラ、ね、で、ここのついてないところをこうやって持つ、普通に持って親指を上にちょっとこうかけてあげる、はい、思いっきりかけなくていいんだけど、この状態 で今度そのまま裏にもう一回戻してもらった時に、中指でここの皮をグッと押さえたりすることがあるので、うん、この距離がいけるように手の位置をちょっとこっちに持っていったり外に持っていったりはしてみてください。でこれが基本的な持ち方なんですけど、パンデロっていろんな叩き方をする人がいますなんですけど、右手で絶対に叩かなきゃいけないものなので、今いろんなこう簡単な叩き方もあるんだけど、まずこっちを動かさない叩き方、この状態でここに手乗っけた状態でホールドしてていいん でこの状態で、持ってるところから2番目のガチャガチャあるでしょ、このプラチネーラのここに釘が刺さってこいつを止めてんだけど、うん、そことこの3番目、2番目と3番目のところに右手のここと中指がちょうどこんな感じで2番目から3番目にかけて、そうそう、これが基本の位置、基本のポジションだと思う。それで右手の形なんですけど、叩こうと思うんでどうしても手がこうなっちゃうかもしれないんですけど、力を全く入れない状態、はい、で指先をこうちょっと集めてあげる、はい、この状態だけでいいです。このふわっとしたこの R の形に、はい、中に卵が1個ぐらい入る、はい、でこれが基本の位置になります。でこれでずっと持ってるのきついんで、ここに乗っけといても全然まだいいです。で、じゃあまず右手の使い方は大まかに言って3種類、親指で叩くところと指先で叩くところと手首のここの部分、なんつったらいいんですかね、この肉球と肉球の間の、うん、ここでさっきのこの2番目のところをこうやって上から押す。でまずじゃあこの親指で叩くのが1番にします、はい、でまずこんな感じの音が出るように目指したいんですけど、親指がこういうふうに、ここが直角じゃなくて60度ぐらい、こうやるとここが直角三角形ぐらいですね。こんぐらいの感じ で力を入れないで、まず手をまっすぐに回す。手を洗った後に水をこう払うときにやる、ブルンブルンってするよね、うん、はい、でこの状態で親指にも力を入れないでこうやって回しているところにこのパンデロを持っていってあげる。で今ねちょっと遠いの で振り抜いたところがこの辺に来るような感じで、そうするとこいつ痛いよね、当たるとき、うん、でその時に左手の方でちょっとこのバネを引かせてあげる。そうそうそう、なんだけど今度は叩こうとしちゃってるんで音が止まっちゃってる。あとブランブランブラン、うん、いい感じになってきてます。難しい、力を抜く、うん、意外とね。これはこっちは中指はこっちはつけてなくていいんだけど、今こうやって振るっていうことと力を抜くっていうことと、当たった時に左手をこうやるっていう3つのことを今同時にやろうとしてるの。なので実はすごく難しいことなの、うん、でこの当ててこっちを回すって2個だけにしようか。じゃあこの状態で真上から手を下にこう振り下ろすときに、当たったら左手を動かす、その反動で、そう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 、今それそれそれです。でここでずっと止まっちゃうとあれなんで先行きます、はい、とりあえず今この第1のステップ、これが今こうだったのがだんだんこういう風に
小さな動きでできるようにで、当たる位置は親指のここのところこの硬いところあるでしょ、うん、ここがここの2番目の釘から3センチぐらい内側のところに当たるとドーンって一番音が伸びるところがある。ここでもダメだし、ここでもダメだし、ここでもダメ。真ん中のちょうどなんとなくわかる。この持ってるところ一番ビーッとこう振動が来るところ。これがスイートスポットって言われてるところで。で、まずこれが1の音です。で、2の音、次指先。この指先をまず中指を中心に人差し指と薬指をこう3つ点がこういうふうに集まる。まあ全部こういうふうにしなくていいんだけど、なるべく先っちょがこう集まるように、でも力は入れない。爪がね、あの女の子はネイルしてるんでちょっときついかもしれない。そういう時は少し開き目でこの辺で当ててあげるように。今はここの、ね、木の上を叩く方向にします。その時にここを、ね、突き放しでやってみようか。その時に、ね、これをもうちょっと水平な状態にして、これあの人の肩にちょっとちょっとってトントンってやるときにこの肩叩いてあげるなんかのアクションで、日常普段人間が使う動き、うん、できてますね。で、爪がある人はもうちょっとこうあのなんていうのまとめてもあまりやらないんで、まあ、これで非常に機能的に音が出るって大丈夫です。で、今でこれで1と2が終わりました。で、手順が1、2、3、4で、この2はもう一回4の時に出てきます。で、次に3番目のところがこの手首、それはこの2番目のこの釘の上に置くんですけど、2番で打ったところに手を指先を残したまま、あ、もうできたね。じゃあ一回ペンのサイクルをゆっくりやりますね、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。今の時に1を叩き終わった時に手がここまで今外れてるよね。そうすると2に戻るのは結構難しくなるので、この状態、ここの位置から動かさないように、1、2、3、4、1、2、3。そうそうそう。で、今あんまり左手は考えなくていいです。できてきましたね。はい、これでじゃあステップ1終了ですね。素晴らしいです。できました。ここに乗っけといて全然いいです、最初。じゃあセカンドステップ、はい、次はこの親指のところで最初にやったドーンっていうのに、次に中指をこうやってつけてね、こういうとトンで、これで叩いて指外して叩いてっていうのをゆっくり1、2、1、こんな感じですね。こんな感じで、そうそうそう、ここまで乗っけちゃうという膝に、うん、でね、一つコツを教えてあげます、はい、あの手をこうやって落とすっていう風な
大きい動きはこうなんですけど、この回転をさせるドアノブを持って回す動き、うん、この楽器の一番の特徴はこの回転させるのとトントンっていうのと回転、これが最終的にはこういう風に変な動きでしょ。だけど、うん、日常生活の中にある動きの組み合わせでしかないので、うん、ただこういう順番で手を動かすってことが普段しないので、どうしても途中で次なんだっけってなるので、うん、今のテンポでやると早すぎるんで、考えながらドアノブトントンってこっちやって、もう一回こうやって1、2、3、4、1と2と3、4は一連の動作でやりやすい動作、これはすごい簡単な動作なんだけど、途中でこれが入ることによってすごく複雑になっちゃうんで、それが分かるテンポ1、2、3、4、1、2、3、じゃ次外して1、2、3、4、オープン、これオープンですね。で読みつけてるのがクローズ。クローズ。じゃあまずクローズで2、3、4、オープン2、3、4、クローズ2、3、4、オープン。これをゆっくりやってみましょう。オープン。中指つけてない。の時はこう浮かせてる感じ。それとも引っ込んでる感じ。引っ込めた方がいい。この間もね、みんなに言ったんだけど、みんなこうやってこういう風にして叩いてる人が多いんだけど、うん、ずっと指をこういう風に、中指をこっちに外すっていう筋肉を使い続けることになるんで、うん、すぐに疲れちゃう、うん、なるべくギュッとこっちに握る方に戻してあげた方が、こうなってて、ギュッと戻す方がね、楽なの、うん、休める時間が一瞬できるから。なるほど。こうするとずっと緊張した状態なんで、うん、分かった。じゃあまずクローズから、1、2、3、4、1、2、3、4、オープン、クローズ、1、2、3、4、オープン、クローズ、できてますね。できてますか。はい、素晴らしいです。すが。うわぁ、左手が。年聞かないけど若いから、やっぱり頭と体が一致してる人、うん、タップもそうじゃない。頭で思ったことが体に反映されるのに時間がかからない訓練をしてきてる人たちは、これはすごく簡単にできる。うん、で、音楽とかダンスとかって結局そこなのよ。自分の体がどういう風に制御できてるかっていうことでしかないから、確かに自分は手をこういう風にまっすぐ真横に上げてるつもりってパッとやっても手が実はちょっとずれてたりするんだよ。足を45度に出してるつもりなのに30度ぐらいにしか出てなかったよ。45って相当開いてるってことだよ。で、45っていうのはここってピッて体でに指示が出せるっていうのはとても重要で、それに慣れてる人は本当にこれの動きをすぐにできるようになる。同じことなんだよ。つま先で2回床を蹴るのとこれ一緒だから、その伝達って伝達で、これ足でやってること、これよくだから普通はこっちはヒールとトウ、うん、足でこういうふうにヒールとトウって言うんですか。言う、うん、足でもヒールとっていう、で足の言い方を全部こっちにする。でこれを足だと思えば多分簡単にもっとイメージができる。で親指は頭をこう外に払う時みたいな感じ。
そしてじゃあ次のステップで今のこの一連の動作とオープンクローズができるようになったところで今とっても難しいなと思っているのはまず1を叩いた時に2に行くとき1を叩いたら2に行くための動きってこういう風になってもいいね大げさにやると、うん、1を叩き終わった瞬間にもう2を叩くための形になる、うん、で2を叩いたら3を叩くための形になって、うん3でまた2の準備運動でもう一回4を叩いたら今度は1に行かなきゃいけないので親指が上になってたらこうか、こうやって予備動作が1個前の動作が終わった時の次の予備動作になる。これも頭で考えながらゆっくりやってるといずれ背骨に入って勝手に手がその形になるようになる、うん、次のショットをしようと思ったらもう必ずもう手がこうなってるかこうなってるかな。じゃあそれを考えながらゆっくりクローズから始めます。ワン、ツー、スリー、フォー。一番難しいのはここで親指が上に向くってこと。間違えた。ちょっとずつじゃあ早くしてみて。